裏技ファミコン大全集。どうもタブヤンです。今回は、こちらのソフト、さてこのソフトは何でしょう。アイデモさんのアクションゲーム、わかった方は結構マニアです。対決ヤンチャマル3、対決ゾウリンゲーム、イエー、やっていきたいと思います。3って2と1はどこみたいな人もいると思いますけど、アイデモさんのね、対決ヤンチャマルシリーズですよ。こちらのね、今回裏技は、なんと、ステージセレクトができるというね、ありがとう。ステージセレクト、どうしてもね、クリアできなかったという人たちのために、作られた裏技ですね。まあ、仕込んである裏技なんでね、なんて言うんでしょう、表正式版裏技みたいなね、隠しコマンドがありますので、早速やってみましょう。この AB を押しながらスタート。来た、痛恨のね AB を押しながらスタートを押すと、こういう風にねステージが選べるという。ステージ1自体もねちょっと忘れちゃったんですけど、そうですね、まずは3ぐらいからいってみましょうか。いくぞ。対決ヤンチャマル、カゴゴみたいなの出せますね。ジャンプ力ありますよ。そして鍵が取れる。なぜかバナナが襲ってくるというね。これ結構いけるぞ、ステージ3でも。これ一撃でやられるのかな。あ、ライフ性か、忘れちゃったよ。以前プレイ動画上げたはずなんですけどね。おお、痛い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 。あ、なんかワンナップみたいなやつあったね今。あ、これ鍵取らないといけないんだね。 OK。 おー、Bボタンでこぐんだ。縦に、おお、縦にこぐというね。これ、これ左右にはいけないのかな。あ、いけないな。難しいこれ。これでも面白いね、仕組みが。あれでも急いで登らないと、登ってジャンプするってことか。じゃあ急げ急げ急げ、ジャンプ、よーし、間に合った。え、どうすんの、ちょっとして、こっちか。あ、ワンナップ、回復。え、こっちに行くの、結局。何これ、マルタ、マルタに乗るのかこれ。違うの、もう全然わからん。リセットな、謎が謎を呼んでましたね今。ステージ3、次5、全部で8面ぐらいですか。じゃあ5行ってみようか。ステージ5、まあ、夜ですね。鍵があるじゃないか、楽勝で、楽勝だな。あ、なんかスリップしましたね。おお、ちょっとちょっとちょっと、おちょちょおちょちょちょ、滑った格好が可愛いねこれ。あー、ちょ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 、よし、滑っ
める前にもう行ってしまうというね、敵のなんか耐久力も高くなる。あの鍵どうやって取るんだ。え、ジャンプとかあるのか。なんかハイジャンプとかあるのか。おー、すげえな、これ。なんか分かまだ分かってないコマンドとかあるんでしょうね。あ、倒せないの。あ、いた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 。お、来た。なぜかいけたぞ。もう一回やれと言われても無理だぞ。あ、いた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 。死ぬ死ぬ。おお、ちょ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 、ペンギン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 。え、これしやばいな。これやばい。下から行こう。あ、下ない。ほっちょ、あー、刺さってしまった。ステージ6行こうか。今度はどんな感じだ。あ、おいで。ライブみたいな感じですね。仕掛けが、あいたたたたたた、あいたた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 。この上に乗るんじゃないのか。おお、難しい。なんかこういうの見るとロックマンとか思い出すな。これ操作するのか。ういっしょと。よいしょ、あいてー。あ、こんなんでいいんだね。上に上に向かって、これどこに飛べばいいんだ。よっと、届かない。難しい。ステージ6。さあ、どんどん行きましょう。ステージセレクト、ステージ7。1個ずつクリアしたらね、自分でね、ステージ選んで、おお、いろいろ考えるね。強制スクロールですよ。なんか敵がおるな、前に。痛い痛い痛い。あいつ邪魔ですね。やばい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 、落ちる落ちる。やめて、ジャンプ。あいつ倒したい、あいつ倒したい、あいつを倒したい。倒せるんじゃねえか。これ倒せるんじゃねえ。なんかボス戦っぽいね、こいつ。こいつを倒さないと。狙い撃ちですよ。よいしょ、避けろ。当たる。よし。いや、面白いなこれ。おお、倒したー。ボス戦か。どうなんだ。何も出てこないぞ。え、どうなってんのこれ。無限ループ。おーおーおー、なんだこれなんだこれ。開いたー。なんだこいつ。あ、難しい。みたいなやつ。面白かった。ステージ8は、あ、もうクリアか。
エンディングこれ。姫、姫。あ、エンディングか。疲れましたか。やんちゃ丸。こうしてくるみ姫は無事助け出されました。あ、っていうことはさっきのがおしまい。ステージ7のさっきのやつがラスボスなのかな。うわうわうわ、こんなん見ちゃったね。よかったら皆さんもステージセレクトやってみてください。おさらいですけど、タイトル画面で2コントローラーの AB を押しながら、スタートボタンを押すとステージをね、ワンコンの A でとか B で、選択できるようになりますので、よかったらね、やってみてください。次の裏技でお会いしましょう。さよなら。他にもファミコン動画がたくさんありますので、よかったら見てください。チャンネル登録がまだの方はぜひぜひ登録をお願いします。